死傷は脳の構造のうち、肝脳の一部を占める部位。また、講義の脳幹の再分足部にあたる。嗅覚を除き、視覚、聴覚、体勢感覚などの感覚入力を大脳新皮質へ中継する重要な役割を担う。講義の死傷は、配側死傷、腹側死傷に区分されるが、通常、死傷といった場合にはこのうち、配側死傷を指していることがほとんどであり。 競技の師匠はほぼ配側師匠に等しい。例外として、ニーウェニュイズラの定義では、外側出場格及び内側出場格は、厳密には配側師匠ではなく師匠後部に含められるが、一般には競技の師匠に加えられることが多い。また、副側師匠の内師匠模様格は、配側師匠との関係が密であるため、便宜的に競技の師匠に加えられることもしばしばである。 これだけでも明らかなように、研究者によって、師匠各群の分類法は異なっていることもあり、注意を要するが、一般的な用法における師匠は、配属師匠、師匠後部を合わせたものを指す。師匠は、分類にも夜が20余りの師匠赤区へと、解剖学的に分類され、入出力が異なっており、それぞれ異なった機能を担っていると考えられている。これらのは、 アルファベットの略称で呼ばれることも多い。人の右の師匠に含まれる、各人の右の師匠に含まれる、各 AV、AM、AD は、両側の入頭体と、海ウ馬ウから、主要な投射を受け、体上界からも投射を受けている。主たる出力は、大脳変縁系へ向かう。副足師匠は、競技の師匠の副足に隣接し、師匠下部の配足に隣接する領域。 師匠は核を特殊核と非特殊核のスペシフィックニュークリの二群に分類する考え方がある。日本語のオープンアクセス文献。ありがとうございます。